マジで皆さん朗報です。はい、何かっていうと、ファイナルファンタジー7リバースいけますというわけで、どうもケマイです。今回はですね、ちょっと遅れてなんですけども、僕 FF7 リバースの2段目のね、体験版の方、ジュノンエリアの探索とかができる方の体験版プレイしました。ちょっとね、さすがにこれは感想を語らねばならないと思って、今ちょっと動画を回してるわけなんですけど、先日、2月の21日の方に、2段目のね、体験版が配信されて、そこではね、ストーリーではなくて、オープンワールドのエリアを探索したり、戦闘を楽しむことができますよっていう、ちょっと別のデモがね、配信されました。で、ちょっと1週間前になってしまうんですけども、ちょっとね、遅れながらプレイしたんだけど、本当にマジで良かったっすね。もうこのゲーム間違いないなって、今回の体験版をプレイして本当に思いましたっていうところのね、中身の感想をもうちょっと詳しく今回は話をしていきたいなというふうに思っております。というわけで、ちょっとね、早速話していきましょう。はい、というわけで、FF7 リバースですね。こちらのゲーム、2024年の2月29日に発売となっております。なので、この動画が投稿される翌日には発売される感じになりますよね。はい、12時回った時点で、プレイできると思うんで、もう本当楽しみでしょうがないなっていうところが、僕の今のモチベーションではあるんですけども、はい、今回のこのデモの中では、ジュノンエリアっていうね、オープンワールドのフィールドを、探索したり戦闘したりしながら、いろいろこの FF7 の概要をね、体験することができますよっていう、割とそのコンパクトにいろんな要素がまとめられているような体験版となっていました。で、本当に今回はね、戦闘の面白さっていうところをがっちり体験することができます。前回のね、ニブルヘイム編の方では割とストーリー重視で体験できるのかなっていう感じだったんだけど、今回は本当に FF7 リバースの、システムっていうところをふんだんに体験できる内容となっていました。はい、というわけでその感想なんですけども、まずはね、やっぱ映像に関してここはね、もうマジで頭一つ抜けてるなというふうに感じました。やっぱりプレイステーション5のゲーム、ここ数年間でね、いろいろ出てきたんですけども、その中でもやっぱりちょっと群を抜いて映像に関しては綺麗だなというふうに感じましたね。本当にここに関しては、ニブルヘイム編をプレイした中でも感じたポイントではあったんですが、そのオープンワールドのね、フィールドというか、オープンワールドとは言わないんですけども、そのフィールドを歩いている中でもすごいね、映像を綺麗に感じましたし、もちろんそのカットシーンとかも綺麗なんですけども、戦闘中の映像とか、そういうところで特にカットシーンと遜色ないような感じでね、プレイすることができていたので、ここはマジで最高だなというふうに思っております。で、今ね、背景で流れてる映像なんですけども、これはグラフィックモードでプレイしています。で、後からのパフォーマンスモードの方でも自分クリアしたんですけども、そっちはそっちでやっぱりね、かなり 60fps でサクサク動いて、体験としてはね、すごいスムーズで、やっていて気持ちいいな、キャラクターを動かしていて気持ちいいなと、思える、そんな内容でした。本当にこのクオリティでちゃんと作ってる RPG っていうのは現状そこまでないんじゃないかなというふうにちょっと思ったんで、マジでこれは本当に今後のこの PS5 のゲームっていうところにもね、かなり影響を与えるようなクオリティも持ってるんじゃないかなというふうには感じましたね。今回結構その凹凸の激しい、山っぽいエリアなんですけども、その中には水のエリアとかもあって、その水の表現とかもすごく綺麗で、全体的な映像表現というところに関して言うと、本当に仕上がりはかなりいいと、もう断言して言えるかなと思います。はい、そして次ですね、戦闘はガチでしたっていう話。前のニブルヘイム編の体験版の方でももちろん戦闘すごく面白かったんですけども、今回本当にね、そのしっかり戦闘が味わえました。前回の体験版と違って召喚獣使えますよっていうところだったり、あとはプレイヤブルのキャラクターがクラウド、バレット、ティファ、エアリス、レッド13のね、5キャラ使えるようになっていたんで、そこら辺も動かしていくのが楽しかったです。で、特にね、レッド13が今回新しく使用できたんですけども、かなり手触りいいなというふうに思いましたね。はい、手数でこう攻めていくタイプのキャラクターで、で、その手数を稼いでいくんですけども、敵の攻撃をしっかりガードすることによってリベンジゲージっていうのが溜まっていき、それを解放することによってより強い攻撃を繰り出していけるような、そんなタイプのキャラクターでした。っていう感じで、やっぱりこの FF7 リバースというか、FF7 リメイクもそうなんですが、一体一体ちゃんとね、ギミックが用意されていて、このキャラ
クターはこういう風に戦ってくださいねっていうのが全く違うゲーム性で用意されてるっていうのは、これはまあ本当に戦闘していて飽きないですよね。まあ、まだまだ仲間もここから増えていきますし、まあヴィンセントだったりシドだったりケット主義だったりまだまだいるので、まあそういうキャラクターが一体どんな手触りでどういうギミックでね戦闘を繰り広げていくのかっていうところは本当に見どころだなと思ったし、楽しみにしているポイントです。すごくねこのゲームパーティー編成っていうのが大事だなというふうに思いました。空中にいる敵だったり、まあ結構装甲が硬い敵だったり、まあすごいやっぱいるんですけども、そういう敵に対してやっぱり弱点を持っているんで、まあそこをしっかりねついていくっていうところがすごく大事なんですよね。まあ特に空中にいる敵だとこの遠距離攻撃じゃないと近接攻撃が届かないので、まあ遠距離攻撃を持っている、まあ、エアリスだったりバレットを編成すると、まあ、より効率的にダメージを与えられるよねとか、まあそういう感じですごくねパーティー編成は重要になっている要素かなというふうに思います。今作からですねそのパーティー編成によって連携技みたいのが使えるようになりました。普段使っている戦うコマンドのコンボに連携技を組み込んだりして、結構ね幅広くあのコンボを組み立てることができるようになったのは、ここは本当に戦闘の幅広がったんじゃないかなと思っていて、かなりグッドです。まああと結構地味なポイントなんですけども、これ結構嬉しいなと思ったのが一個あって、あのパーティーから外してるメンバーも外から援護してくれているんですよね。これがすごいなんかパーティー全体の一体感というか、なんかちゃんとみんないるんだなっていう感じがして、ここはマジで本当に良かったなというふうに思いました。まあフィールドを歩いてる時は全キャラクターいるんですけども、戦闘が始まるとね、まあ、他のキャラクター全員いなくなってしまうよっていうゲームたくさんあると思うんですけども、まあ今作に関してはちゃんと歩いてるメンバー全員が一体感を持って戦闘に参加してるっていうのを味わわせてくれるような、まあそんな感じでしたね。まあ戦闘全部ひっくるめてとにかくゴリ押しが通用しないなっていうイメージでしたね。しっかりその弱点をついていくことが重要で、だからまあクラウドが持っていた見破るみたいなね、ああいうアビリティもすごく重要だし、まあここは本当にしっかり RPG してるなというふうに思ったんだけれども、まあこういう話をするとめちゃくちゃアクションゲームなんだなっていうふうに思うと思うんですよ。ただ本質はきちっとあのコマンドなんですよ。ここがねマジでバランス感覚が芸術的だなというふうに思いましたね。どう見てもこのね絵面を見る限りアクションゲーなんですよ。どう見てもアクションゲーに見えるんだけれども、かなりコマンドバトルっていうところはしっかり意識されているというか、まあそれが前提にあるゲームメイキングをしてるのかなというふうにはちょっとねやっていて思いました。まあほんと前作の FF7 リメイクよりもよりそのやっぱ RPG のコマンド要素みたいなところはまあ、重視されてんのかなというふうに感じましたね。まあ本当はアクションとコマンドのハイブリッド、マジで現代版のアクティブタイムバトルってこうなんだなっていうふうに感じましたね。マジで戦闘に関してはこれは完成されています。はい、で今回のデモでは探索とかもねかなりできるようになっていました。もともとオープンワールドじゃないよっていう話はされていたのでそこは OK なんですけども、じゃあ一体ねそのマップがどのぐらいの規模感なのっていうところが分かんなかったんですけども、そこがなんとなく分かったような気がします。まあそこまで広くなくて一枚のマップだなっていう感じはしたんだけれども、その中でやっぱり結構密度高くいろんな要素が散りばめられていて、まあこのモンスターを討伐すると美味しいよとか、ここになんか商人がいるよとか、こんな感じで結構探索していくことでちゃんと報酬が得られる仕組みになっていたんで、あの本編の方でもしっかり探索することが楽しさにつながっていくゲーム性になってるんじゃないかなというふうに、まあちゃんと見れましたね。で今回その探索中にマップにですね結構クラフトの素材っていうのが落ちてるんですよ。でそのクラフトをしてまあ消費アイテムですよね、ポーションとかそういうアイテムをクラフトすることができるっていうのが今回の新機能で、これね消費アイテムだけではなくて装備品とかも作れるんですよね。アクセサリーとかも作れるようになっていたんで、かなりこれ重要な要素になってくるのかなというふうにちょっと見ていて思いました。でクラフトすればするほどクラフトレベルっていうのが上がっていって、より良いクラフト品を作れるようになってくるみたいな感じなんで、まあしっかりね探索して素材を集めてクラフトしていくっていうことが結構攻略につながっていくのかと思います。はい、まあそんなクラフト素材の収集もですね、まあやっぱりマップ探索ってめんどくさいなって思ってしまう方いると思うんですけども、あのチョコボが想像以上に快適です。
はい、まあ、いつでもオープンワールドのそのフィールドをね歩く時は、まあ、チョコボを乗ることができるんですけども、あの2段階ダッシュが用意されていて、爆速でマップ中を駆け回ることができます。なので移動に苦がないんですよね。さらに思った以上にチョコボだけでパルクールもできて、もちろんあのクラウド本体を操作してる時もパルクールできるんですけども、チョコボ乗ってる最中もかなりあの自由にパルクールができるようになっていました。今回のこのねジュノンエリアではかなり凹凸の激しい山岳地帯みたいなところがマップになってるんだけれども、まあその中で本当に不自由なく段差とかも登ることができたので、ここに関しては本当に良かったですね。はい、でさらにね、そんな愛着の湧くチョコボなんですけども、チョコボファームとかでスキンなどが売っているので、まあなんか自分の好きなようにデコレーションするみたいなこともできて、やっぱこの辺はチョコボって割とね乗っていくと愛着の湧いてくるものだと思うので、結構嬉しいポイントでしたね。まああとは地味にいいなと思ったのは、まあクラフト品とかがそこら辺にねいっぱい散らかってるんですけども、アイテムを拾う時にまあ降りなくてもいいし、あの拾うモーションもないのでサクサク拾えるっていうのは、これは本当にいいなと感じたポイントです。なんでマップ中駆け回って落ちてるアイテムを拾いまくっている敵を倒しまくってみたいな感じで、かなりサクサク探索ができる印象でしたね。はい、まあどん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 マップの奥に行きたくなるような、まあそんなゲーム性になってたのかなというふうに思います。であとはですね、まあ元からそうだよねっていう話ではあるんだけれども、あの装備のマテリア考える遊びっていうのもやっぱり面白いなというふうに感じましたね。はい、まあこのキャラクターはこういう立ち位置でっていうところを、まあマテリアの装備によってまあ自分でしっかり位置づけできるっていうところが、まあこの FF7 自体の面白さだったり、まあそれは本当にオリジナルの方からあった遊びなんですけども、しっかりそこら辺も強化されていて、面白いなと感じたポイントです。やっぱりね、このなんかビルドみたいのを考える時間っていうのは面白いですよね。という感じで、かなり本当に高評価というか、触ってみてめちゃくちゃ楽しいなっていう風に感じたんですけども、はい、まあ気になったポイントもゼロではないんで、その話をしていこうかなと思います。はい、まあ一つはね、やっぱジャンプがないっていうところに若干の違和感を覚えるわけですよ。戦闘中もすごいアクション性高いんだけれども、まあ、ジャンプがないので結構なんかすごいモヤモヤするみたいな、シーンがいくつかありました。でまあこれもね、考えようによってかなというふうには最終的に思って、僕も腑に落ちたんだけれども、まあそのジャンプを使って敵に近接攻撃を決めていくってなると、いよいよアクションゲームになるんですよね。ただ、まあ、このゲームは今良くも悪くもやっぱり RPG っていうところを継承しているので、やっぱその空中にいるような敵に対してじゃあどう対処するのかっていうところをちゃんとまあコマンドで考えなくちゃいけないよねっていう感じになってるんだよね。だからまあ一応ね、気になったポイントとしてジャンプがないっていうのを挙げたんだけど、まあ個人的にはそのジャンプがないがゆえに空中に浮いていて辛い敵をどう対処するのかっていうところがまたこのゲームの面白さなのかなと思って、まあ最終的には腑に落ちています。はい、あとはね、かなり操作が忙しいなというふうには感じました。まあ、やっぱそのアクション性も高いですし、コマンドもしっかりやっていかなくちゃいけないので、ここは本当にねプレイヤーの腕が出るポイントかなと思ったんだけれども、まあこのゲーム本当に親切に設計されていて、まあそういう感じでアクションとねコマンドのハイブリッドを選択することもできますし、まあ昔ながらのクラシックのね操作性で遊ぶっていうのも用意されているんで、まあ特に心配はないのかなというふうに思いますね。まあでも本当にプレイしていてかなり難しくて、後ろで流れてる映像を見てもらえたらわかるんですけども、僕もねかなりボコボコにされてるんですよ。はい、まあ、割とアクションゲームとか得意だなって思ってる方なんですけども、まあかなりボコボコにされているんで、まあ本当にノーマル難易度でもかなり歯応えのある印象を受けています。全然イージーとかでも面白いというか、全然楽しめる難易度なんじゃないかなと思います。まあ、あとは結構これはあるのかなと思ったのが、複数をね相手にしているとカメラに映しきれなくて対応できないっていうところに若干のストレスを感じましたね。まあ、ここら辺はなんかそうですね、設定とか詳しく見てないですけども、いじってこう解決できたらいいなとは思ってます。はい、というわけで全体を通してそんな感じの感想だったんですけども、まあ、マジでめちゃくちゃ満足度高いね、体験版だなと思いましたし、まあこういう体験版をしっかり配信してくれるっていうぐらい、スクエニ的にはかなり自信が
があるんだろうなっていうふうに思いましたね。ここまでのクオリティのものをやっぱ今のスクエニは作る技術があるので、本当になんかめちゃくちゃ振れ幅が激しいですけども、なんかこれからも頑張っていてほしいなと思いますし、絶対このね FF7 リバースに関しては売れるなっていうふうに思いますし、評判も絶対いいものになるなっていう確信を実際にプレイして、デモ版をプレイして思ったんで、まあそこは多分皆さんも、ね、共通認識かなというふうに思います。はい、というわけで、まあおそらく発売前日の夜にねこの動画が上がってるんじゃないかなと思うんですけども、いや本当に多分皆さんも楽しみだなと思います。僕もねめちゃくちゃ楽しみにしてるんで、もう本当に思う存分ねこの2月29日に発売する FF7 リバース楽しみきりましょう。というわけで、今回はそんな感想を話してみたところで終わりたいと思います。この動画良かったよ、なんか知んないけど最後まで見ちゃいましたよっていうそこのあなたや、たまたまおすすめは検索から来たそこのあなた、そんな中でもまだねチャンネル登録やグッドボタンを押してませんよという方いらっしゃると思います。ぜひね、押してから帰っていってもらえるとめちゃくちゃ嬉しいのでよろしくお願いします。というところで最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ではまた。